今宵スポットを当てるのは、そう、若鶏半身揚げ。おっと、なんだなんだ、北海道で鳥、どうやらその名の通り若鶏の半身を揚げたっぽいが、北海道らしさといえばでかくて豪快ってことくらい。そもそもこれ何人前なの？それ以前にどうやって食べるの？確かに。そこで早速札幌のお隣小樽市へ飛び、若鶏半身揚げの調査を開始。小樽運河にいたどさんこマダムは、若鶏半身揚げっていうのやりたくて。最高。皮はもうパリッと、中はジュー。北海道って聞くと魚のイメージがあるんですよ。あ、はいはい、鶏肉食べなくてもって思っちゃうんですよ。塩気の付けですね。素人だ。素人だもん。若者厳しい。小樽来たら食べないと。厳しい。ダメでしょ。小樽の名所三角市場で働く魚屋さんは、若鶏の半身揚げってのやったんですけど、ナルトさんでしょ。ナルト、ナルト、はい、ナルトっていう店があるんですよ。あ、お店の名前。今ナルト屋さんっていう店もあるんですよね。え、味は一緒なんです。え、一緒です。あ、そうなんですか。お土産買ってこの市場通る人いるんですよ、うん、ナルト、はい、ナルト。僕はその袋ずっと眺めてるんですよ。本当にいいなーって。なんならうちのホッケと交換するみたいな。何かあったらナルト食いたいなって。なんかソウルフードみたいな。たまに無性に食べたいと来てるんですよ。ナルトが食べたいって。あれどうやって食べるんですか。胸をガッて取って蒸してガーッて、野生的に無言で、無言ですよ。自分の飼い人、骨まで喋って、骨まで愛してる。へえ、そうだったのか。県民熱愛グルメ、北海道小樽市若鶏半身揚げ。まずは JR 小樽駅へ。レトロ感全開の駅構内を探索すると、早速噂のナルト屋を発見。なんと実演ブースで揚げたてを内園セール。小樽市の名所小樽運河の目と鼻の先でもナルト屋の若鶏半身揚げに遭遇。さらに小樽港に面した巨大ショッピングモールにもフードコートスタイルのナルト屋さんがあった。若鶏半身揚げは小樽のナルトとその系列店ナルト屋の看板メニュー。ナルトグループは小樽市内に9店舗、北海道内に全33店舗を展開する一大チェーンなのだ。ではここで若鶏半身揚げを生み出した元祖のお店へ。すると、あれ、工事中。取材にお邪魔した時はたまたま外壁工事中だったが、普段はこんな感じだそうです。いらっしゃいませ。とりあえず店内へ。テーブルと座敷を備えた昭和の食堂といった雰囲気だが、お待たせいたしました、若鶏定食でございます。定食。満を持して現れた半身揚げは、こういうスタイル。すごいね、これ。懐かしめのタイプのお皿にドーンと乗った噂の半身揚げが、どういうわけかご飯と味噌汁を従え定食で登場。どうやら北海道民、この巨大な半身揚げを一人一つ定食で食べる様子。試しに半身揚げの重さを計測させていただくと、なんとまさかの 400g オーバー。すると北海道民高木にも手掴みで真っ二つに切り裂くと、お気に入りクリスピーサンドを響かせ豪快にかじりついた。続いてお手手が油まみれなのも厭わず箸を持つと、ご飯をモリモリかっこんだ。そこは骨では、という部分も構いなしに皆手づかみでひたすら無言でワイルドに格闘中。揚げたてで熱々だろうと、手がベッタベタになろうと、どこ吹く風の面持ちで血に飢えた野獣のように、肉とご飯のマリアージュをご堪能。
どういう味ですか？味付けね。塩味の最大級に美味しい塩味です。ニンニクとかスパイスの味とか。ニンニクとか生姜とか入ってないと思います。え、入ってるでしょ？ちょうどいい塩味で、皮がもうすごいパリパリで、全部どこ食べてもマジで美味しいです。本当に。この鶏の半身の中にまずいところ一個もないもん、ね。最後までパリッとして中がふわっとして美味しい。あ、そうなの？パリッとしてるけど肉は柔らかい。うまいですよ。味的には塩っぽい感じですよ。おかずになるちょうどいい程度塩がついてる。それにちょうどいい油とか鶏の旨味が出るんで白米が欲しくなる感じ。シンプルに塩味。本当に鶏食べてる。本当鶏をそのまま油に投げたよな。お肉の部位によって味が違うんで、それを自分でこう体験しながらこう食べていくといろんな味が楽しめる。体験なんですか？飽きないんですよ。だから肉の質感とかジューシーさとかそういうのが全然違って、同じ鶏なんだけど全然味が違うんですよ。これ1個で全部フルコースみたいな感じですね。カニ1匹こうやって食べるのと喜びは同じぐらいです。小樽名物若鶏半身揚げは文字通り鶏の半身を素揚げにしたもの。そのため胸肉、もも肉のおなじみツートップに加え、さらに骨の周りが美味しいと評判の名もなきマニアックな部位まで、いわば鶏の全部を一皿にのせた丸ごと味わい尽くせる料理なのだ。続いてナルトグループのもう一つの顔、ナルト屋さんへ。こちらは元祖ナルトの系列店。そのためナルトと寸分たがわず全く同じ半身揚げを提供しているのだ。さらにこちら単品の若鶏の熱海です。半身揚げと格闘中の道民のもとに謎の揚げ物が登場。なんだか見慣れない管のような形状だが、これ何ですか？首です。あ、首だ。首周りの肉がせせりでしょ。せせり、はいはい。これは首。鶏の首を丸ごと揚げたネックも隠れ人気メニュー。当然1羽から1本しか取れない希少部位のため即売り切れる日も多く、出会えたらラッキーだという。ここで鳴門本店に戻り、気になる若鶏半身揚げの調理を拝見。主役は生後40日ほどの肉質が柔らかい若鶏。1日に300羽近く出ることもザラだという。今どういう状態ですか？若鶏を半分に割りまして、はい、味をつけて熟成させた状態でございます。味付けてんだ。そうなんですね。味付けるところ撮りたかったんですけど、味付けるところはね撮影できないんですよ。うちのオリジナルの塩コショウを振って、その調理工程はねちょっと NG なんですよ。総理大臣が来ても多分かな。続いて揚げ。さすがは人気店、フライヤー6台がフル稼働。200度という高温で揚げ、旨味を閉じ込め皮をパリパリに。そして完成かと思いきや、せっかく揚がった肉の一部に包丁でざっくり切り込みを入れた。あれ、まだ全然レア状態。そして何食わぬ顔で油に再び戻してしまった。胸肉の中にささみ部分が隠れてまして、通常そこはもう本当にパサパサしてるんですが、油を十分染み込ませることによってジューシーな仕上げにするというのは私どもの半身揚げの特徴でございます。分厚いささみの部分までしっかり油が入ったらようやく完成。皮パリパリ、肉ジューシーが北海道民を虜にしているのだ。続いて小樽市内のご家庭へ。お庭にテントを張ってバーベキュー中とのことで、ちょっとお邪魔させていただくと、出ました、道民熱愛ジンギスカンにホッケやトウモロコシを絶賛焼き焼き中の小樽ファミリー。さらに横に目をやると、おっと、なんだか見覚えのある鳥が網の上に。これはナルト屋さんの半身揚げです。買ってきました。テイクアウトもやってるんですか？テイクアウトやってます。そうなんですね。はい、ナルトの半身揚げはテイクアウトも道民にとって大定番。さもコロッケでも買うようなノリで半身揚げを買うのだ。家庭ではオーブンやレンジで温め直すほか、焼いて味わうのも半身揚げファンの間では常識なのだという。
こっちの方がちょっと炭の味というか、ちょっと香ばしくなってるんですよね。より一層パリパリで、油がジュワッとちょっとパリパリ取り越してバリバリって感じ。なまらバリバリで。では道民熱愛ナルトの若鶏半身揚げはどのように生まれたのか、創業者のお孫さん若き副社長に聞いた。私どもナルトは昭和27年に私の祖父母が小樽で創業いたしました。開店当時はお好み焼き店でして、鉄板があったんですよ。その鉄板の上で一品料理で鶏の半身を蒸し焼きにして出してたんです。蒸し焼き。しかし焼けるまで30分もかかり、評判は芳しくなかったという。時間がかかるんで、まあ、油で揚げてみようということで天ぷら油にもぶち込んで揚げたところ、外がパリッとして中身はさらにジューシーになって、これでいこうということで。ちなみに屋号のナルトは創業者が兵庫県淡路島出身だったため、ふるさとの鳴門海峡に由来。そんな鳴門海峡にちなんだ渦潮なる系列店も小樽市内に存在。その実態はなんと回転寿司。寿司もいいよな、何食べようかな、とレーンをチェックしていると、え、ここでも半身揚げ。すると、はい、お待たせいたしました、若鶏半身揚げです。お寿司を満喫する北海道民のもとへ例の半身揚げがフルサイズで登場。揚げたてを慣れた手つきで切り裂き、ワイルドに鶏にかぶりついたかと思うと、まだお肉が口に残ってそうなのにサーモンもパクリ。お寿司だけでいいんじゃないですか。これあったら頼んじゃう、うん、そういうレベルですか。メインはそっちです。牛がサイドメニューみたいな。まあそうですね、サイドメニューみたいな。回転寿司渦潮って書いてますよ。書いてましたっけ。